ギド・ブッフ・バルト、ギド・ウルリヒ・ブッフ・バルト、グイド・ウルリヒ・バック・オルド、1961年1月24日隊は、ドイツ出身のサッカー指導者、元サッカー選手、元ドイツ代表のディフェンダー、2004年から2006年には、J リーグの浦和レッド・ダイヤモンズで監督を務めた、1978年シュトゥットガルト・キッカーズに入団、 旧西ドイツ代表ユースに選出。1983から1984シーズンにドイツブンデスリーガ VFB シュトゥットガルトでデビュー。このシーズン34試合に出場してリーグ優勝に貢献し、1993から1994シーズンまで同クラブに在籍。西ドイツ代表デビューは1984年5月22日。 代表通算76試合に出場、4得点。ちなみに、キッカーズ時代のポジションは FW であった。このためか、後の浦和時代にも、気を見ては前線上上がりシュートを放つシーンが何度も見られた。大柄な選手の多いドイツ代表においても一わ、屈強な選手で、クラブ、代表では、ディフェンダーとして活躍した。1986年の FIFA ワールドカップ。 メキシコ大会では直前で代表から外され悔しい、意をしたが、1990年のイタリア大会の決勝戦では、アルゼンチンのディエゴ・マラドーナを完封。西ドイツの3度目の優勝に貢献した。この時のチームメートで、シュトットガルトでも同僚だったユルゲン・クリンスマン、全ドイツ代表監督とは、無二の親友である。1994年のフィファ。 ワールドカップアメリカ大会を最後にドイツ代表を引退し来日 J リーグ浦和レッツで1994年から1997年の3年半の愛がプレーした浦和ではディフェンスのようとして活躍ゲルマン魂をそのまま体現する投資向き出しのプレイスタイルはチームに大きな刺激を与えそれまで弱小クラブだった浦和を底上げしサポーターから敬愛された 1995年、1996年には2年連続で J リーグベストイレブンに選出されている。1997年10月15日、浦和駒場スタジアムで行われた対談セレモニーでは白馬に乗って場内を回った。1997年から1998年シーズンのブンデスリーガカールスルー SC を最後に現役を引退。引退後は、 シュトトガルトキッッカーズのスタッフとなる。日本を第二の故郷と呼ぶブッフバルトは選手、監督として浦和レッズの歴史に意外な足跡を残した。2002年から浦和レッズのテクニカルアドバイザー、そして2004年から監督に就任。第二ステージでは監督就任1年目にしてチームを初のステージ優勝に導いた。2005年のシーズンでは 苦しいチーム状況の中リーグ戦では2位、そして第85回天皇杯優勝という成果を残した。翌2006年リーグチャンピオンの座をかけた最終戦34節はホーム、埼玉スタジアム2002で2位ガンバ大阪を迎え撃つ形となり、その直接対決で浦和レッズが3から2で勝利を収め、悲願のリーグ制覇を決めた。浦和レッズが 自身初めての監督経験であったが、ヘッドコーチのエンゲルスとの二人三脚での指揮が三年目にして、身を結んだものと言える。しかしながら、家庭の事情を理由にこの年限りで、浦和監督を退任すると発表。なおこの優勝は、J リーガー出身の監督としても初のリーグ優勝であった。綾野の国厚労賞を受賞。2007年1月1日の天皇杯連覇を、 置き土産にしドイツへ帰国した。2007年6月ブンデスリーガ2部のアレマニアアーケンの監督に就任。契約期間は2年だったが、成績は注意に甘んじ、経営陣から再配への不満の声やチームを統率できていないとの批判の声が上がり、その年の11月。わずか半年も経たずに解任された。対談後の2008年は浦和レッズとの交流を続け。 再び2009年度からのテクニカル、アドバイザー就任も内定していたが、クラブが、フィンケ新監督長兵を彼に相談なく決めたことや、複数年契約中だったエンゲルス前監督を、社長の独断で更迭したことに対してブッフバルトが、激怒。結果、浦和レッズとは喧嘩別れする形となった本人は、日本のマスコミに対して、J クラブから、 監督就任の話があったが浦和との義理から断った。だが、今後は分からないとの恨み節も残している。一時はかつて所属していた浦和とは、疎遠になり、日本サッカー協会とアドバイザー契約を交わし、2011、FIFA 女子、ワールドカップに出場するサッカー、日本女子代表のキャンプ地選定に関わったり、安藤小杖の女子分で3位外席の橋渡し役を務めるなど、 日本サッカー界に貢献する働きがある字になっていた。しかし近年では2012年7月15日に浦和駒場バスタジアムのリニューアルイベントで割れた試合に浦和 OB チームのメンバーとして参加。2014年には元同僚山田信久の引退試合にレッツ歴代選抜チームの監督して参加。またレッツの AFC チャンピオンズリーグの試合を観戦しに訪日るなど、 再び進行を深めている模様である。ブンデスリーが試合の分析、解説など生放送にてゲスト出演。33428177211271120101571163860。なお、1996年の J リーグの背番号、固定化以前も背番号は主に6を付けていた。この番は、 ドイツ代表で付けていた背番号である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。